リラクエアの花澤です。ご視聴ありがとうございます。今日は、足のリフレクソロジーを行います。本来は初めに蒸しタオルで足を温めて拭き取ってから行いますけれども、ここでは設備がないので省略いたします。なんかどっち足の方が辛いとかありますか？そうですね、左足の方がやっぱり辛い、はい、ああでもそれをかばう右も辛い膝の方が左側ってことですよね。そうですね、特に、はい、すごい痛い。特に目の疲れですね。あ、本当ですか。うん、多分。捕まえとくれ。うん。ついてる子が来た。ついてる足だから。で、親指やこっちの薬指、小指よりこの中指、人差し指が痛いですよね。ああ、それも、あ、でも薬指が一番痛いかも。あ、薬指が一番痛かったですか。ここ、うん、ここです。痛いですよ。痛い。痛い。最後です。
丈夫、首。うん。ゴリゴリですね。はいですね。肩に関してはもう特にひどいですよね。角質で生きてるし。冷たいですね、足が。そうですか。痛いですね。痛い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 
痛いですね、はい、膝ってどっちかっていうと外側が痛いですか、この内側とか、あ、内側の方が痛いですか、痛い、はい、痛い痛い痛い。最近胃の調子が悪いとかあります？あるかもしれません分かんないです分かんないですか、はい、胃の調子が悪い感じですか。ここが胃系なので、はい、ああ胃の経絡なんですね、はい、はい、まあ、でも全体的にだいぶ冷たさとかコリはあるんで、いや、本当膝周りに関してはすごい冷たいですね。
なんか冷えが深刻化してますね。あ、本当ですか。うん、冷たい。大丈夫ですか。はい。痛いですね。痛い。痛い。体が重くて大変じゃないですか。感じてないですか。ギブですか。だいぶやっぱこう足の甲にもこういう土踏まずの周りとかも静脈が見えるんですね。それがちょっと
やっぱり冷えのサインなので青っぽくなってるのが、うん、痛い。はい、あともやっぱゴリゴリしてますね。そうですね、痛いけど、まあ、そこは全然我慢できる我慢できる痛みです。でも痛いは痛いですよ。はい、めっちゃ痛いですよさっきのはもう飛び抜けて異常でした。そうですね、痛いんですよね。前もやってますもんね。でもそうですか、ま、前も同じようにリフレやってて、 その時はそこまで痛くなってがってなかったですよね。痛がってたけど違うやり方だと思ってました。あ、同じようにやってますよ。それぐらい痛いです、はいはい、もう分かんないぐらい、はい、いやだって冷たさがやっぱ前よりきついですもんね。まあ時期的なこともあると思うんですけど。そうですね、でも、常に靴下も前だし、レッグウォーマーをつけて、冷え対策は結構頑張ってるんですけど、仕事がちょっとね、冷えるのは冷えるんで、ひどく冷えるんで、温度差が激しいから。まあ、靴下履くのとかって、まあやっぱり足元が冷えないようにっていう工夫ではあるんですけど、はい、やっぱり温める効果はないですよね。覆うだけではやっぱり実際に指を使うとか筋肉使わないと動かさないと熱は発生しないので。前よりやっぱりこの可動域が狭くなってるんですよね。多分やっぱり常に覆っちゃうとその分そのくっつくようなっていうか、やっぱりこういう動きを制限する形になってしまうので、足出す機会が減って足をこう広げるとか、はい、しっかり動かすっていうことも減ってますよね。あ、そうですね。だからあ、それは冷えますね。もう絶対冷えるのは分かります。ただ気をつけて、はい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 、寒く冷えてもすぐ拭いたりしてやってますけど、無理ですね。
そうですね、なかなか丁寧に、はい、寒いですね、冷たくなっちゃいますね。そうですね、常に。はあ、なるほど。だから無理なんですよね。で、その後のケアを、しっかりしたところで、その時点で冷えてしまったら。そうですね、しかも長いですもんね、2、3時間っていうのが。3時間ぐらい。もうだから、そうなんですよ、ね。足がやっぱ冷たくなります ね、それは。で、その後もやっぱりこう、拭いたところでも、芯まで冷えた状態から、そうですね、乾かせる状態、そうですね。で、3時間じゃないですね、6時間ぐらい、そうですよね、6時間、7時間は冷えた状態、そうなんですね。冷えてるから温めることは、はいはい、服しっかり着たり、濡れたりとかするから、はいはい、まあ、ですそうですか、そうですね、かなり厳しい、厳しい環境ですよね。そうですね、どうやってもちょっと難しいですね。難しいので、気をつけてはいますけどね。そうですか、はい、そうですよね。なんか腰とあとやっぱこう足首がだいぶ大丈夫ですか、はい、そうなんですよね。やっぱ膝曲げてる状態多いですよね。だから膝が伸びが膝裏の伸びがすっかり悪くなってるのもありますね。以上です。ありがとうございました。